浜田市長、はい、アクアピア芥川は高槻の自然を紹介する博物館ですよね。はい、芥川のね、淡水魚が入った、水槽もありますし、鳥類とかね、哺乳類の剥製やまた昆虫類のね標本とかもね展示しています。では館内を紹介していただけますか。はい、わかりました。1階フロアには高槻市内に生息する鳥類や哺乳類の剥製や昆虫標本、化石、岩石などが展示されています。鳥類の剥製がたくさん展示されてますね。はい、鳥類の、ね、剥製展示数がですね関西で一番なんですよ。羽を広げて飛んでいる様子の剥製もありますが、この剥製はこちらで作られているんですか。すべてではないんですが、スタッフが剥製にしています。鳥類は捕獲が法律で禁止されているので、死んでしまった個体を集めて剥製や骨格標本にしています。展示するためだけに標本にしているわけではありませんよね。はい、博物館ですから、その動物が生息していた場所や食べていたもの、DNA などを調べることも重要な役割になります。収集した資料を日本生物多様性情報イニシアチブという標本のデータベースで登録しているので、世界中どこからでもアクアピアの標本データが検索できます。資料のデータ化も博物館の重要な仕事になるということですね。そうなんですね。こちらにはたくさんの昆虫の標本が展示されていますが、これも高槻市内で採取されたものなんですか。はい、そうなんです。博物館ということは、ここに展示されている標本以外にも小さな昆虫も採取するんでしょうか。はい、小さな昆虫はテント型に張ったネットを昆虫の通り道に設置するマレーゼトラップなど様々な方法で採集します。なるほど。一度に採取してそれを個別に分類して標本にするわけですね。いや、でも大変な作業ですね。はい、アクアピア芥川には昆虫標本を作成するボランティアがいまして、学芸員と一緒に標本化しているんですよ。小さな昆虫をボンドで三角台紙に貼って標本化する、とても緻密な作業になります。標本があって初めて私たちも普段出会わない昆虫を見ることができますよね。2階に来ましたが、ここは水族館みたいですね。そうでしょう。ただね、海の魚じゃなくて、はい、芥川に住んでいる、魚を約30種類ぐらい展示してるんですよ。カメであるとか甲殻類、そしてカエル、ヘビなども展示しています。それでこの水槽は川のようになっているんですね。そうですね、芥川の上流から下流をイメージした大型ジオラマ水槽になっています。芥川を再現して魚たちが芥川で生活する様子が見られるようになっているんですね。はい、そうです。芥川の特徴的な魚は何ですか。芥川の魚の中でも特徴的なのは、麦つくという在来種の魚です。麦つくは、鯉目鯉科の淡水魚ですが、石をついて餌を捕食するときに麦をつくような音をすることから麦つくという名前になりました。体に一本の黒いラインが入っていて、口元が長くひげが生えているのが特徴です。芥川に住む魚類などを見てきましたが、これらの展示を見て子どもたちにたくさん興味を持ってもらいたいですね。そうですね、子どもたちはね、自然を相手に遊ぶのが大好きですから、この博物館で多くのことをね学んでくれると思います。好奇心持ってね、いろんな世界に興味を持っていただけたらいいなと思います。
4階は展望デッキになっているんですね。はい、ここからは、ね、非常に景色が良くて、住宅街も見えますしね、あと水田とか、そしてあそこには芥川城跡も見えますし、そして雪橋からね、芥川もね、本当に綺麗に見えますのでね。こう少し離れただけでこんな自然があって、で博物館があって、高槻は楽しい街ですね。そうなんですよ、本当ね、この風景をね大事にしたいですよね。